皆さんこんにちは。今回はモッドステップアップオーダーを引いていこうかと思うんですけど、これ画面左上見る通り2周分引き切れるだけのアルカナジェムがないので、ちょっと今回は1周します。で、なんでこのモッドステップアップオーダー引くかっていうと、まあ他にもすごくいいオーダーあるんですよ。チェックメイトオーダーとかね、このユイがめちゃくちゃ使えるっていうのでめちゃくちゃ引きたいんですよね。こういうのもね、これめっちゃいいオーダーなんですよ。これ片手コンのクリティカル発生率が上がるやつとか、まあこの打属性で800攻撃力上昇するやつ、いろいろあるんですけど、ちょっとステップ3までなんで、で仮にそのステップ5まででめちゃくちゃ強いやつ来たら、まあ多分そっち引いちゃうと思うんですけど、なんで俺モッドステップアップオーダー引くかっていうと、これですね、このステップ4ステップ5ではモッドスキルの合計提供割合が 2% にアップするってやつですね。まあでも合計提供割合 4% のままなんですよ、星4は。なんですけど、まあ合計提供割合が 2% にアップするってことは、出る星4の半分はモッドになるっていうことですかね、確率的に。これそれで合ってんのかな、わかんないけど。で、ステップ5はモッドが確定すると。で、やっぱモッドスキル俺今少なくて持ってるのが、もうちょっと集めたいなっていうのがあるので、俺が今持ってるモッドスキルってこれだけなんですけど、これでも結構ある方なのかな。まあいろいろありますけど、なんか片手再建が強いスキルなかったり、まあなんか不足してる感じあるので、まあ直剣モッドもね2枚しかないんで、初期モッドと風呂上がり勇気。確かにあのステップ5で、まあ、ピックアップ4つのうちどれか出るやつあるんですけど、たまに出るんですけど、てかなかなか来ないんですよね最近は。で、そういうめちゃくちゃ強いスキル1枚でも当てたらそりゃいいんですけど、でもこのゲームってスキルの組み合わせのゲームなんで、いろんなスキル持ってる方がいいなって思ったんですよ。で、まあ結局そのなんて言うんだろう、もらえる星4の数的には結局同じなのかなこれって。あ、でもステップ5でモッド 2%、 あ、でもそっか、もらえる量は変わんないのか。まあでもなんかいろいろモッドスキルいっぱいあればいろんな場面に対応しやすいのかなと。まあ覚醒ステップアップオーダーあったらそっち引きたいんですけど、まあそれもあって一周で止めておくか。今回ステップ5で来るモッドスキルはまあいろいろありますね。この残生属性のその彦星勇気とか、まあ爆釣り領域キリトとかはあの残生なんですよね。まあこれがすごい使う場面が多いと。あとは残闇の直剣モッド、まあお茶会採取アリスとか、なんだっけ、スキルフルドキュメントとか、あの正月キリトってやつですね。これ残闇なんで、まあここら辺狙えたらいいのかなと思いますね。あと残土とかも最近ちょっと87層この今いる階層だっけ、これ残土が弱点なので、まあいいなって思うし、まあ初期モッド何個か持ってるんで、こういうところかぶっちゃうんですけど、ここら辺全部かぶっちゃうんですけど、まあ引こうかなと。なんかモッドステップって引いたことねえなと思って、よく考えてみたら、まあ正直どっちでもいいですね。こういうオーダー引いても、まあステップ5でいいやつ来た時に引いても、まあ好みです。まあとりあえずステップ1引きます。なんも来ないっすね、これ。いやまあステップ1だから全然普通なんですけど、まあとりあえずステップ2行きますね。いやなんかちょっと嫌な予感してきた。なんか怖いな。え、ステップ2当たんねえんだけど。まあとりあえず一周します。ちょっと怖いんですけど、まあステップ3行きます。やばいな。え、何これ、モッド関係ねえじゃんこれ。あれ俺確かこれ持ってなかったと思うんですよ。持ってなかった、多分持ってない、持ってない。あ、持ってはいないんで、まあ覚醒が1枚増えたと。ってか覚醒オーダーじゃねえんだよなこれ。ステップ4引きます。これはもう来てほしい。来い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 。ステップ5引きまーす。ステップ5来い、ステップ5来い、ステップ5。いや、いや嬉しいけど、思ったのとちょっと違うけど、なんかでもターゲット位置で遊びたかったっていうのはあるけど、なんか違うな。あ、でもスイッチゲージ増加量が多いわ。いや、いいスキルなんだ。いやー、あーねー、あーもう言われぬカット。何これ。
なにこれマジ、え、どうリアクションす、あーなんかやだもんやだもんやだもん、あー直近もっと来いよー、なん、はぁ、なにこの絶妙なチョイス、え、微妙、え、おかしくね、どうすればいいのこれ、え、嘘だろマジで、え、なん、嘘だろマジで、え、嘘だろ、え、なんでさ来ねえの、直近もっと俺2枚しか持ってねえんだよマジで、なんかくれよ、なんで覚醒、はぁ、舐めてんの、舐めてんの、いやーもうモッドオーダー俺もう引かない、引かないまではいかないけどきついねー、なんかね思ったのと違った、ちょっとなんか初めて引いたからいろいろ期待してたんだけど、なんか現実は儚きものということで、ご視聴ありがとうございました、バイバイ。